皆さんおはようございます。また山は雨が降ってます。この数日で一気に紅葉が、ね、色づきが始まってます。今年はね、やっぱ夏の猛暑があったんで、紅葉なのか枯れてるのかっていう感じですが、例年よりも10日近く早く色がついてるような、そんな山です。今日はナメコとハマンダレの収穫がメインです。まずはね、草の中に隠れた隠れハマンダレの収穫からスタートしていきます。9月の中旬のサバイバルキャンプの時にもちょうど収穫時のナメコが出た木に、また2番のナメコが出てきました。2段階で出る木もたまにある。これはね、珍しい木です。ここは10月上旬にハマンダレがびっしり出た木ですが、この裏側に今度はナメコがびっしり始まってます。すごい。そしてこの子もね、これが開いてキノコの姿に変身してます。この木は時間差でいろんなキノコが楽しめる木の一本です。この木にもナメコが出始めてます。そしてお隣にハマンダレもこんなにたくさん出始めてます。ナメコとハマンダレの木は道の途中のね、至る所にあるんで、ちょっと進んでは車を止めてチェックで、こうやって藪の中に倒れてる木をチェックしていきます。ブナハリタケの木です。ちょっと大きくなったかな。ここはね、取るのがちょっと大変な場所ですが、取れる大きさのやつだけ収穫していきます。ここはこの前も苦戦しながら取ったんですが、ちょうどね、木の裏側に出てるので軸を囲うようにして傘が開いてて、なかなかね、刃を入れるのが難しい生え方をしているブナハリタケです。とっても綺麗。草に隠れたナメコちゃん、ここは収穫時のヒラヒナメコがいっぱいいます。綺麗に見えて、ここのナメコは残念ながら虫がいっぱいです。こういうのはね、干し系は全部自家用のナメコになります。もうね、ゆうこさんの魔法でこの虫が全部取れちゃうんですね。高市さんがホコリだけはたくさん取ってきました。最近高市さんもお気に入りだよね。先日紹介した水が流れてない川、今日は雨が降ってるんで水が流れております。本当に不思議。こんなちょっとの雨なのにこんなに水出てくるんだもんね。不思議だよね。ハマンダレを捜索してると、こういうね、もう完全に朽ちた木を見つけますが、これがまた土に帰ってこの山の豊かな恵みに変わっていく、これが自然のサイクル。こういう景色をよく見ます。数年おきに舞茸が出る奈良の木です。今年は出てくれるかな。あ、手がかり発見です。この前チェックしなかったけどいました。今年は出てくれました。いやすごいな、今年遅いだけでちゃんと出るね。今年は最初がね、本当に何も反応がなかったんですけど、もう先週から続々と手がかりがあって嬉しいです。そしてよく見たらね、ここにね、3つ、全部で3つ、本当今出たばっかりの舞茸の赤ちゃんがいます。ここは割とすぐ来れる場所なので、ここもね、定期的に見守っていきながら収穫、いいタイミングで収穫していきたいと思います。
この前出がかりだったハマンダレがたった2日でここまで成長しました。これは収穫していきます。ハマンダレ収穫してたら虫さんが腕に乗ってきました。この子は何でしょう。お尻が顔に見える自然界のあるあるの虫さんです。前回来てからたった2日しか当たってないんですけど、函館の紅葉がすごい綺麗になってます。今日雨降ってるんで水かさも迫力が満点です。奥に行けば行くほど紅葉がとっても綺麗です。今日はね、小屋でちょっとおにぎり休憩していきます。ほおずきもだいぶオレンジ色になりました。ちょっと食べてみます。うん、苦味がなくなって酸っぱまの味になってきました。おにぎり休憩をしてる間に晴れてきました。色づいた紅葉がとっても綺麗。映像では多分伝わらないんですよね。それが残念です。一番奥に見える山が標高1200ぐらいですが、あそこまで高くなると紅葉が本当に綺麗です。高市さんのイワナチェック、あ、奥にいるよ、ほら一番奥に尺のやつが、あ、2匹いたね。ちゃんと居場所を作っております。草むらの中からなめこ、綺麗。ここも葉っぱに隠れてなめこ、美しい。ここも草むらの中からアマンダレがいっぱい。もう一日早く来たかったね。雨に濡れてドゥルントゥルン、綺麗ななめこです。今日も順調になめこが収穫できています。メールはね、ジェナンキの下にこういう木が一瞬どころこうなって、あれね、去年のこう真っ赤になって見えた。あ、なめこね、それを見てたんだね、さっきね。高市さんは増水した川でも躊躇なく渡っていく。話があるからね。行きは雨が降ってた函館ですが、晴れてすごい綺麗。相変わらずすごいとこ登ってくね。この急登登ってった先は、ね、今日なめかまんだれがメインな日ですが、舞茸が一つ二つ出ている場所に向かっております。さて、収穫できる大きさになってるかな。見えました。成長しております。あれもそっち、ね、そんなに大きい株じゃないけど、ちょうど取り頃なサイズだね。この子もいい感じに成長しております。この木は今年期待通りたくさん出てくれた木ですが、高市さんはね、毎回小さいのを残してくんだよね。この小さいのとこれを来年以降のために残していきます。では収穫していきましょう。もういいね、いいひだだね。ね、あ、かけた。はい、舞茸ちゃんゲットです。立派に、小さい株だけど立派に成長しております。では収穫していきます。大きいのはなかなか収穫が大変だけど、これぐらいのサイズだったら私でも簡単に収穫ができます。うん、いい香り。取れました。かわいい子です。あ、でもくっついてる。ちっちゃいの2株かと思ったらくっついた可愛い子でした。で、
やっぱり撮ると出てくるちっちゃい出がかりだね。太陽の日差しが当たってプルプルのなめこちゃん、やっぱ2日経つだけで大きくなるね。すごい綺麗だね。開きなめこです。今日最後はアマンダレを収穫しに行くんですけど、いつもとね違うルートを通ってますが、昔の道型がすごい綺麗に残ってて、ちょっとびっくりな、高市ロードじゃないんですけどね、しっかり道で目的地まで行ける、そんな感じです。人工物を発見しました。高市さんがきっとこの辺はね、昔モノレール敷いてなんかいろいろ作業してたそうでその部品かなと言っています。すごいね、ここの山にモノレール通ってたの昔の作業は本当に今の想像をはるかに超えます。ここまで来てやっと今どこにいるか分かりました。この奈良の木がいつも道のポイントになってくれてる子です。この前小さくて取り残してきたアマンダレに到着しました。また少し成長してます。では最後気合い入れて収穫していきます。私としたことがハサミを車に忘れてきてしまいましたナイフで丁寧に取っていきます。最後のアマンダレは、ね、すごく形もしっかりしてて綺麗なアマンダレでしたが、残念ながら、ね、虫付きだったので、これは星家の自家用キノコになります。川沿いにおまけのアマンダレです。この子はどうかな。あ、この子はすごい綺麗な子です。よかった。川を登ってくると、ね、倒木がたくさんあるんで、高井さんがアマンダレを発見しています。さらにおまけのアマンダレです。今日のキノコハンターも無事にお目当てだったナメコとアマンダレが収穫できて、でまたね嬉しいマイタケの手がかりがあったり、収穫したマイタケがあったり、そしてなんといってもこの数日でぐーんと紅葉が進んだね、山がすごい綺麗なね景色を見ながらの収穫ありました。なので皆さん、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。